新長田の駅から西手にねちょっとね歩いてきますと、みんなね大好きな、鉄人28号があります。いや迷子がいるな迷子だはい、それじゃあ今からね、迷子っ子の横を通りながらいや新長田一番街ね入っていこうかと思います。行ってまいります。はい、新長田一番街ね、もうねこの中入っていきますと本当ね、私の大好きなお店があるんです。新長田に来たら飲み歩きますけども、絶対にね立ち寄るお店っていうのが決まってるんですよ。そのお店で、ね、今から紹介させていただきます。もうすぐ見えてきましたかね本当にね、もうさっきねチェックしてるんですすでにチェックしてあります。いいお店ほんとたくさん揃うんですよ揃うんですけど、もうねここ絶対来ます、必ずお伺いするお店、どこですか。それは到着しました。お好み焼きそば、いろはまんじゅうの、いろはさんですね。はい、今から行ってまいります。はい、めちゃくちゃね味のある、いろはさんなんですけどもね、よいしょ、たっぷりメニューございます。お店を、ちょっとね手前を見ていただきますと、こんなねテーブルがあったり椅子があったりして、目の前で食べさせていただくことが、できるようになっております。私注文させていただきましたのが、こちらのそば飯、あとね中は見えないですけども こちらが筋焼きになっております。でね、お前で食べていいですかって言われて、お伝えしましたらお茶を出していただけて、ゆっくりね楽しむことができるようになっております。はい、それじゃあね今から準備かなこう今ね座らせていただいているこのベンチなんですけども、これねキャンプ用のベンチですね。なんか座りね座ったことあるなと思ったら、なんかアウトドア感覚で食べられるんで本当楽しいですね。うん、私ちなみにもここのそば飯なんですけども、そば飯を食べ回った後に必ず持って帰って、そば飯持って帰ってお家でもう一回食べるっていうのが、こちらのいろはさんのそば、飯になってます。はい、それでは準備していきます。じゃじゃん、めちゃくちゃ美味しそうですたまらないですね本当に。よいしょ。はい、そば飯をね開けるとこんな感じ、中にねこんにゃくが入ってたりとかして、本当にね、独特の風味、あとね食感に関してはねこの辺焼き飯も焼き飯と思うぐらいのパラパラした食感のそば、飯が多いんですけども、若干こうまったりとした感じのテクスチャーになってます。超私の大好物ね、今からいただいていこうと思います。はい、まずはねそば飯からいただきます。やっぱりね特徴的なのがこんにゃく、ぼっかけにもね使用される、こんにゃくになってます。もちろんね筋ね手前に見えるちょっとこのホロホロした分が、筋肉になりますので、完全なぼっかけが入ったぼっかけそば飯ですね。いただきます。甘すぎず、辛すぎず、お米の甘みがもう本当にきます。美味しい。外で食べるもんでどうしてもね調味料の味がめちゃくちゃするんですけど、中田で食べるそば飯はねやっぱお米の甘みまで感じられるような美味しいそば、飯食べられます。もう究極系じゃないですかね、本当に美味しいですこれですからね
それじゃあね、すじ焼きもいただいていこうと思います。うわ、たまらんすね、これめちゃくちゃうまそうですよ、これ。本当にあのお好み焼きの方もそうで、あの味が濃すぎないですね。キャベツの甘い味がやっぱり一番楽しめるっていうのが特徴で、素材を殺さないんですよね。本当にあの美味しく食べられます、うん、でパンチ効かすところはどこなのって言われたら、このぼっかけ筋肉で、うん、ここでパンチを効かしながら、食べるっていう感じですね。本当にうまいですね、最高です。もう永田でいっぱい動画上がってますけど、やっぱここが私トップだと思います。間違いないです、マジ。お好みに関してはね、結構厚みのある感じ、でもキャベツはね結構たっぷり大ぶりなタイプで入れていただいてるっていう、形になります。割とこうふかふか系の、大阪焼きにも近いなという感じの焼き加減になってますね。はい、もう本当に今申し上げた通りなんですけど、キャベツは結構大ぶりで厚みのある感じでふっくら焼き上げております。これスーパーボリュームですから2人で食べてくださいね、この量は。はい、いろはさんいただいてきました。めちゃくちゃ美味しかったです。もういつもね持って帰ってお家で食べる、味をね目の前で今日はいただきました。もう最高なひとときね過ごせますんで、皆さんね、永田来られた際は、ぜひともいろはさん、ご来店くださいませ。ごちそうさまでした。いろはさんを出ますとすぐにね南側、大正筋っていう道路があります。今からねまっすぐ行ってみようかと思います。はい、本日ね大正筋の、私の2番目の、目的地はこちらでございます。店頭のねフライヤーで、揚げていただきました。串数はね何本か6本かそれぐらい、購入しました。500円ほどで買うことができました。もう今日はもうお腹いっぱいなんでね、食べ過ぎなんで家帰って晩ご飯にしようかと思います。めっちゃ楽しみですね。
まだね商店街は残りわずかありますので、ちょっと歩いていこうと思います。はい、ここで一応ね、大正筋ゴールになってます。今ね、ここ大正筋の、ゴール地点とちょうどね、この六軒道の、商店街、ちょうどね、交わるところに来ています。ここはね、本当にすごい交差点というかなってまして、南側に下るってもいいお店たくさんありますし、右側に行ってもね、めちゃくちゃいい酒場もありますし、左側は六軒道の商店街、こちらもいいお店揃ってます。大正筋に関しましてもね、今通ってきたいいお店たくさん揃っているという内容で、激発スポットで毎回長田に来るとここに、よいしょ、来てしまいます。六軒道は思い入れのあるね、商店街になってますので、私は大好きな商店街です。